はい、どうも皆さんこんにちは、つよこというものです。ということでですね、今日は何の動画かと言いますと、A ホコルとカラオケでございます。4曲目ということでね、今回歌わせていただく曲は、タイトルでね分かっていただけてるかなと思うんですけども、かさぶたでございます。はい、なんでこの曲かと言いますと、この曲なかなかね、僕も歌ってて楽しいし、そんで今回はないですけど、カラオケのなんか祭典みたいなのあるじゃないですか。なんか全国祭典だったり、なんか精密祭典みたいなの、いろんな機種であると思うんですけど、そういうのでもね、かなりねいい点数が出るんですよ。だからこう友達とか、なんかこうそれこそあまり仲良くない人がね連れでいたりとか、そういう時にこれを歌うと盛り上がるし、点数も出て、あ、歌うまい人なのねって思ってもらえるみたいな、割と一石二鳥みたいな曲なんですけど、そう、今まで結構 EXILE の Love Is Again とか、結構EXILE の割としっとりめな曲、バラードの曲の方が、ビブラートとかでね、加点がバラードの方が結構出やすいので、そう、だからそういうので、安定してね、95点とか出せるような曲がね、EXILE 何曲かあるので、そういうのを歌って、あ、この人歌うまい人なんだわっていうのを分からせてから、なんか俺の好きな曲好き勝手に歌うみたいな感じで今までずっとやってたんですけど、バラードをね、いきなり歌うとね、しんみりしちゃうというか、ちょっとこうあんま盛り上がりはしないじゃないですか。だからこう盛り上がる曲でうまく歌える曲っていうか、点数が出る曲っていうのを探してたらこの曲になりました。はい、ということで、今回4曲目だし、4曲目っていうか、今日歌うのは2曲目か、声出しがあるから2曲目なんですけど、ホコルとカラオケのいいところは楽しく歌うことなんで、別に今回は点数を意識しないでね、出ないし歌おうと思います。楽しくね、はい、よろしくお願いします。かさぶたです。明日へ続く坂道の途中で、すれ違う大人たちはつぶやくのさ。愛とか夢とか理想もわかるけど、目の前の現実はそんなに甘くないって。つまずきながらも転がりながらも、かさぶただらけの情熱を忘れたくない。大人になれない僕らの強がりを一つ聞いてくれ。逃げも隠れもしないから、笑いたいやつだけ笑え。せめて頼りない僕らの自由の目を摘み取らないで、水を分けるその役目を果たせばいいんだろう。何度も繰り返した失敗とか、大きく食い違った考えとか、僕らの基準はとても不確かで、昨日よりなんとなく歩幅が広くなった。背伸びをしながら、打ちのめされながら、かさぶたをちょっと剥がすけど答えは出ない。大人になれない僕らのわがままを一つ聞いてくれ。寝ても覚めても縛られる時間を少しだけ止めて、せめて不甲斐ない僕らの自由の身を切り取らないで、水をあげるその役目を果たせばいいんだろう。大人になれない僕らの強がりを一つ聞いてくれ。逃げも隠れもしないから、笑いたいやつだけ笑え。せめて頼りない僕らの自由の身を摘み取らないで、水を分けるその役目を果たせばいいんだろう。
はい、ということでそうね、歌詞がね、そうこの間の動画で言ったんですけどね、僕視力が 0.1 ないんですよ。だからそう歌詞が見れなくて1回ね間違えましたねまあ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 、まあ、で出てる意味って感じなんですけどね、もうこっからじゃあのそこの画面が見れないっていう、まあそのこの画面も見れてないんで全く、まあ、全く見えてないっていうか、なんかあのよくさ目悪い人にこれ何本とかやるじゃん、それは見えてんだよ、2本7は見えてんの、そのなんていうのぼやけてその2本立っていることは分かってんだよ。だからそのなんだろうな、こうなってたらね分かんない、こうなってたら3本だろうなって思うけど、こうなってたらだって2本しか上がってねえんだから2本だよっていうね、そうこうなってたらね、こっちの手がね出てるってことは分かんないかもしれない。ね、目いい人はね多分ね違和感で分かると思うんだけど、ここのねつなぎ目がおかしいとかそういうので分かると思うんだけど、目悪い人はぼやけてるから立ってるのが何本かでね分かるから、はい、ということで、まあ関係ない話でした。はい、ということで少しでもいいなと思ってくださいましたら、高評価ボタン楽しそうだなと思っても高評価ボタンよろしくお願いします。そしてねチャンネル登録ぜひぜひ、そろそろまあ毎回外してんだけど今回はここだと思う、ここに多分出てると思うんでここタッチしてください。はい、違くてもちゃんとチャンネル登録してください。はい、そして各 SNS ですね、 Twitter、Instagram、LINE、TikTok やっておりますので、ぜひこの動画の概要欄からチェックしてみてください。ということで強子でした。また次の動画でお会いしましょう。5曲目はなんだ